こちらヨーロッパ企画福岡支部ポッドキャスト。どうもヨーロッパ企画石田剛太です。団長です。はい、というわけで、はい、まあ、ポッドキャスト今年最後のポッドキャストになるわけなんですけれども、はい、まあ、あの我々実は今広島に来ておりまして、そうですね、劇団アグレッシブですけど何かの稽古、うん、まあ、あの広島のローカルバラエティ番組に、まあ、ヨーロッパ企画の石田、酒井、土佐の3人が準レギュラー、まあ、レギュラーか、うん、として、出演してまして、その番組の企画でお芝居やろうと、まあ、一昨年にも1回やったんですけれども、それの第2弾で広島に来てるんですけど、はい、僕団長も実は今回 の、ね、お芝居の劇作を、ね、団長がやってるとというので、まあ、あの一緒に広島に来て、はい、同じウィークリーマンションに泊まって、同じ部屋で僕と団長が、そうですね、はい、もうこちおろタッグでこちおろタッグで今ウィークリーマンション泊まってると。そして実は団長はまだ本脚本を脱稿できてないと、日々今撮ってるの25日ですね、まあ、クリスマスです。クリスマス、まあね、23、24、25っていう、はい、この世で一番楽しい3日間が広島で、我々広島で団長は缶詰稽古場とウィークリーマンションの往復、うん、まあ、石田さんたちもね、まあ、読み合わしたり稽古したりで、ね、本当にそうだね、クリスマスイブ、ね、昨日、まあ、24日、これ撮ってる前日24日の晩、うん、正直結構夜中までプロット会議というか、うん、やってたね、台本の会議し て、 会議して、終わり際にココスでね肉食いに行こうっつって、ね、ファミレスで肉食って、うん、男5、6人で5、6人クリスマスイブに、ね、閉店間際のファミレスでみんなで肉食うっていうそうだ、何時ですけどって言われながら、そう、ね、煙たがられながらケーキも食べずね、まあ、ケーキは稽古場でね、食べましたけど、まあ、こう撮りながらも団長は脚本が書けてないから今日大丈夫なのかなって、僕本当今のこの心理状態でポッドキャストやって団長面白いこと言えるのかなっていう、そう、さっきもね言ったけど大丈夫かなっていうのはあった、脚本だって書けてないわけでしょ、今これ撮ってる間もう書かなきゃなっていう気持ちをずっと思ってるわけでしょ、書かなきゃなっていう気持ちは、そうですね、刻一刻と増えていくよ撮ってる間にやろ、撮ってる間にもどんどん広がっていくんですそんな状態でできるの、これ本当にこれはね、不思議なもんで、やっぱ一旦詰まるじゃないですか、その考えてて、うん、そういう時はもう、ね、手を離すのがいいんですよ、ポン、あ、そうなの、でもうバーッとして違うことやって、うん、でもっぺん見直した時にね、はいはい、書いてる紙とかを、うん、あ、ここ変やなとか、ここやっぱいけてるなとか見えるんで、うん、でもその手を離してる時に、そのまあ、それこそ僕とかさ、台本、壇上の台本書き上がるのを待ってる人たちがいっぱいいるでそのポンと手を離してる状態見られたらヤバくない、そのヤバいですよ、そら、あれあの人なんかボーっとしてるのかないや本当俺さ、いやだから壇上ツイッターとかやってたりするじゃん、ブログとかやってたりするじゃん、俺それが作家の人ってすごいなと思うのは、脚本締め切り迫ってるとか締め切り過ぎてるとかっていう時に、あれこいつなんかツイッターでアップしてんな、あれみたいな風に思われたらどうすんのって思わん、それはね、うん、そんなん言ってる場合じゃないんですよそんなん言ってるやつは余裕しかないんですよ、それは逆に言うと、うん、もう切羽詰まりすぎて、うん、ツイッターであるとか、うん、もう脚本以外の何かをするっていう作業をしないと、うん、前に進めない状態が来るんですよ、壁がまあそうだよね、まあ、ガス抜きしなきゃね、でも違うこと考えたいんで、あ、ね、そう、逆にもう撮りましょう、今撮りましょう面白いことしか今言えないんで本当かなそのやり取りの間に一回も面白いことまで言ってなかったけど団長と思って、あ、その時の顔が面白くなかったあ、今来てます、今余裕昨日聞いたヘッドで いけそうな気がしてまあそんな感じですよ、まあまあ必死こいてます、本当に思うのね、締め切りって嫌だなって思うもん、締め切りがある人生って嫌だなって思う、
ちょっとさっきの話はちょっと続きになっちゃうかもしれんけど、はいはい、そう締め切りがさ何ヶ月後、まあ、何日か後にあります、うんうん、っていう状態で今日飲み会行こうよ、飲み会誘われるじゃん、うんうん、でまあまあ締め切り先、うん、として、まあ、別に大丈夫かもしれんけど、うん、やっぱりどっかでその締め切りのこと考えちゃうじゃない、まあね、その、うん、そらそう、ここで、で締め切りに間に合わなくなった時にあの飲み会行ってなかったら俺これたらればねたらればもう、うん、すぐ考えるし、うん、大学違う大学行っとけばな僕レベル的にはもうそんなレバーまで戻んの、そうあの時人体切ってなかったらなそんなたら膝の人体切ってなかったらな締め切り間に合ってた、あっこで1ヶ月入院したからな、そんなたら戻っていくんだ、そこまで戻っていきます、そう最近のたらればじゃ足りなくてあ面白いね、あいいの、いけてるね、寺回ってますよじゃあ俺だから役者っていう仕事に、はい、その締め切りってないじゃない、まあまあまあ脚本覚えたりとかあります、ね、もちろんでもそれって脚本覚える作業をまあ言ったらこんなこと言うとちょっと気持ち悪いかもしれないけど、まあ、楽しかったりするんだよ、やっぱで新しい 作品にとかこうそれって面白いことしかないのよ、で次この仕事が次これやるとかあったらもう楽しみでしかない、クランクアップとか、うん、この現場終わらんでほしいなとかさ、あ台本覚えなきゃ、これ台本いっぱいする、ある明日までに時間ないっていうのももうなんか楽しかったりするわけ、うんうん、でも締め切りってさもう逆でしょ、そのもうなんかどんどん先が細っていく感じ、そう細っていく感じ、これやんなきゃ、待ってるチケット売れてる、稽古場行ったらみんないるじゃないと作家ってできないのかなって思う、そう何がでもやっぱここ3日で一番しびれたのは、うん、今日稽古場に行って団長を書いた方がいいんじゃないって言われて車でホテルまで送られて一番しびれた、すぐ行ってすぐ帰らされるっていう稽古場来てね、稽古場来てすぐいや団長は書いた方がええなって結論に至って車で送ってもらうっていう、来いって言われてたのにやろ、来いって言ったら、うん、行けー帰れー帰れてた上田が言ってたのが一番面白いなと、これ言って大丈夫、まあ大丈夫、上田も言ってたし、一番やばいのは一番今までやばいのは締め切りがもう3日ぐらい過ぎてて、3日過ぎてるけど物理的に書くのにもう4日はかかるっていう、なるほどっていう、その書くのってね、その物理的に時間使うじゃん、そうですね、その作業として、うん、でその書いて練り直して書いて練り直してっていうので、その1日で突貫でできることじゃないっていうのがあるから、上田の中でこれ確実に遂行したら4日はかかるな、でももうすでに締め切り3日過ぎてるっていう状態が一番しょっぱながらパラドックスがねそれもパラドックス、ゲームオーバーなってから頑張ろうかと普通に考えると、いやそらしいよ、いやでも書いてて、いやでも相部屋じゃないですか今、うん、ツインの部屋で医者さんと一緒じゃないですか、そうだね、いつもまあというかこれまでまあ脚本書く時とか、まあ、一人で書くじゃないですか家で、そうだね、大体が基本的に一人で、もうでも途中でイーってなるんですけど、うん、こう、まあ、来て23日初日とか、うん、結局も朝まで僕書いてて、書いてたね、隣でね、そうそうそう、ベッドで寝ててね、基本なんか結構起きててくれたんですけど、まあ、34時だったらその次の日稽古やから、そうだね、皆さん寝てて、うん、でポチポチ書いてて、うん、そのどうかなと思ったんです初め、はいはいはい、来る前は、まあ、一人の方に集中したいなとか相部屋で横で寝られたらあれ気なんか3万になるんかなと思うんですけど、うんうん、横で人がいてくれることの温かさが、うん、団長どうした、うん、びっくりして、横で石原さんが寝てるだけで安心するって謎の時代になって本当そう、オポスの作家みんなそれ言うんだよな、それ全国共通、いやもう
作家全員作家協会作家劇作家協会別にその位置じゃないですか。みんな横に行ってほしいよ、ね、横に行ってほしいんじゃないですか。人がいるだけでそう喋ってもらうとか、うん、そんなんじゃなくて、まあ、なんかおるだけで安心するっていう。一人はもう嫌なんだ。一人で一人一人かけるんですけど、うん、あ いてもらうだけでこんなにもなんかこう心がやなんかそう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 。ああそうなんだね。でもそれ聞いてたからさ、昨日一昨日ぐらいに今日も昼間とか部屋からなかなか出れんかったもんね俺。やっぱ何もしてないけど、ね、いた方がいいかいようと思って。いやうん、全然外出たくないふりしてて、まあね、俺は寒いしなみたいな。昨日あの、まあ、広島の近くのマクドに、うん、マクドナルドにあの石田さんが、うん、いいマクドナルドあるのよって言って、うん、あ今日なんかずっといるなと思って、うん、マクドナルド行かへんのかなと思って、うん、昼間ずっと、うん、あれは気を使ってたんですよ、ね、お腹いっぱいなんかなとか。あれはね秘技気を使い秘技気を使い出してたね。忍法気を使いよね。伊賀のバレてなかったでしょ。全然バレてない。煙巻かれてますよ。いやでもねなんかいい感じでこの後もまあまあちょっとね。いやまあ言ってフィニッシュだけなんですよ。そうなのよね、うん。そのフィニッシュホールドさえ決まれば。いや本当にこれ面白いんでね。今ここでちょっと宣伝もしちゃうけども。そうですね。あの種も仕掛けもございませんっていうねタイトルの芝居ですよ。まあもう。すごいですから面白いですから見てください。そうです、ね、いろんなとこもありますけど福岡行かないな。福岡は行かないな。結構いろいろ静岡とかね、広島から南へ行かないですね。行かないね。広島ですね。まあ、広島まで見に来てほしいですよ。まあそんなとこですかね。はいはいはい。クリスマスはだからまあここにいましたよいう感じ。別に石田さんはもう29日ぐらいまでこっちです、ね、まあそうですよ、ね。さっきよそんな一応言っとく。なんかクリスマスのなんかあるの、なんかそういう思い出的なものって今までのですか。今までのそうですね、25歳ぐらいの時にクリスマスイブの一番10時から12時ぐらいのもうゴールデンタイムじゃないですか。夜のクリスマスなるぞっていう周り前夜車の中で団員の吉田ミルクと2人でチキンを食い合ったってそれ一番の思い出か。これが涙しない思い出。俺ら何してんのかな。一応やっぱチキンは食うんだね。一応2人でケンタッキーフライドチキンを。なるほどな。僕そんなないわクリスマスの。なんかよくこの時期になったらねこうそれこそクリスマスの思い出なんかないですかとか言われるけど、いい思い出も悪い。そうもうただ単に365分の1。いやほんまそうで僕クリスマスでも思えば、うん、彼女と言われたことないっすね。ないんだ。その時期に彼女がいたってことは。いたってことはありますけど。え？あるけど大学生の時はもう正直24時なんて稽古なんですよ。大学がその芸術系なんで。そっか。その後そのなんていうかプレイアニマル的なこともないんですよ。疲れるプレイヤーにまそのままねいいいろんな言い方今まで、うん、いろんな人がしてきた。まあそれこそエッチとかさ、はい、あれ明石家さんまが開発したちょめ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 、うん、ちょめ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 エッチ、うん、もう今やセックスとか言っちゃっても、うん、みたいな感じになっていろんな、うん、言い方が、ね、あの言い方偉人たちが積み上げてきた、うん、その隠語っていうの、そういう、うん、僕が完全に一つ形よりも打ち出したんじゃないですか、うん、プレイアニマル初めて聞いた俺獣のようにね。おプレイアニマルいいね。面白いこれプレイアニマル。ラッパ用語。ラッパ用語じゃない。全然違います。ニュアンスのことですあれなんていうんだっけ。ラッパ用語なそういう、スラングか。スラングではないんだ。スラングではない。プレイアニマル面白いな今後じゃあ使わせてもらっていいよ。全然使ってください。あじゃあこっちのではもうあの性のこと姫事のこと姫事のプレイヤーになるわかりました。行きましょう。はい、はい、じゃあリスナートピックス。はい、はい、リスナーさんからトピックスを聞いて語るというコーナーです、はい、まあまあではございますけれどもまあ来ております。ありがとうございます。
はい、まあ、ちょっとね先週からの続きになってしまうので、はいはいはい、ちょっと先週の分ね、うん、聞いてもらいたいなとも思うんですけれども、はいはいはい、のんちゃんさんからですね。あ、はいはいはい、ありましたね。あのバイトの先輩が矛盾だらけでって言ってた人ですよね。矛盾だらけで、うん、もうバイト辞めたいですっていうやつで、まあ、僕らはその矛盾が何なのかって、そう、なんか矛盾だらけで嫌なんです、バイト辞めたいですだけで、具体的なそれどういう矛盾なのかが、そうそうそう、それがあんまりしっかりと提示されてなかったので、 それをぜひ提示してくれって言ったところですね、うん、来た、トピックとして来ました。おお、じゃあ読みますね、矛盾、うん、はい、リスナートピックス、うん、石田さん、男女さん、うん、まあ、こんにちはと、こんにちは、うん、いやちょっとトピックがね、もう笑っちゃってるじゃん。いやいや何、もう笑っちゃってる、その、まあ、うん、バイト先、そのバイト先が、うん、某ミリーマートです、コンビニですね。ああなるほどね、はいはい、まあ、ファミマですね、はいはいはい、バイト先のコンビニの、先輩の矛盾の説明を、おお、なるほど、ね、たくさんありすぎるので一つだけ、ほう、自分の声が小せえくせに、小せえくせに、あ、ちょっと自分の声が小せえくせに、もっと大きい声でとか言い上がります。あ、はい、もうね、ちょっと罵声浴びせてるもんね、はい、あと、あっ、なんてびっくりマーク出ます、うん、あと、細いくせにやる気方が超ガニ股で、お客さんが近くにいても関係ねえみたいな感じでイライラします。無邪気だこんな感じですかね。のんちゃんさん、毎回楽しく聞いてます、これからも頑張ってください。のんちゃんさん、いっぱいあるよ、まず一つだけって言っといて二つまず送ってるし、まずね、細いくせに歩き方が超ガリガリ、矛盾じゃないですね。それはただもう外見の嫌いだと思って、もう嫌いすぎて、嫌いすぎて何もかもが腹立ってるんですよ。だから、まあ、そう、逆にその矛盾とかも結構いっぱいあるけど、もう嫌いすぎて、もうそんなことよりも、もうそいつが何やっても嫌だみたいな感じになってるね、これ。つまりそれを考えると、うん、もうこれちょっとのんちゃんへのお叱りになるかもしれないですけど、うん、自分の声が小さいくせにもっと大きい声でとか言い上がりますのくだりもひょっとしたら先輩声でかいんちゃうかなって今のんちゃんが思ってるよりも結構でかい声で喋ってて、嫌いやからちっちゃい声聞こえてんちゃうかなって今。こいつ、こ、嫌いやわ、こいつ嫌いやわ、声ちっちゃくせに大きくて、もっと大きい声でって。意外と大きいんや。意外と大きいか、もしくは大きい声出したあがん時にもっと大きい声でってちっちゃく説教してんのをそうって言ってるか、どっちじゃないかな。なんだろうな。でもたくさんありすぎるから、うん、上積みすくったらこうなったんかも。あ、まあそうだね。いや本当に分かんないですから、ね、分かんないですけど、いやその細いくせにガニ股ではちょっとのんちゃん言い過ぎよ。そのいるよそんなの。そうね、うん、そうですね、別に細かったらガニ股じゃない、うん、デブで内股もいますからね。おそらくむしろ、あ、もう細かく打ちますじゃない。矛盾してるなこいつ。細いくせにガリまた矛盾してるわ。いや、のんちゃんは打ちまたじゃないとあかんと思ってるからさ、細いやつは。あとデブがガリまた。まあ分からんでもない、うん、デブはガリまた、ひょこひょこね、うん、ひょこひょこ歩く、ガリまたで歩く、そこは矛盾ではないかな、のんちゃん。いや、もっと大きい矛盾あるかもしれないです。自分の店ファミリーマートなのにローソンって呼んでるかもしれないです。ちょ、なんかブルーの縦縞で来てる。緑で来ないかんのに。あれ、矛盾してんな、嫌いやわ。のんちゃんがね思ってるかもしれないんで。ちょっとね、あの、もう頑張って、頑張ろう、うん、頑張ろう、うん、今はもうバイト頑張ろう、本当に。ひょっとしたら、うん、別に細くてもガリ股が矛盾じゃないって気づけば、うんうん、全てのが実は矛盾じゃないことに気づくかもしれない。そうだ。いや、バイト頑張れ、頑張ろう、バイト頑張ろう、一旦、うん、一旦全然矛盾ないわ、矛盾今んとこ。、うん、ゼロ。さ、先輩やからちっちゃい声で大きい声出せって言うし、言うし。俺は出してきたっていう自由があるし。ごめんね、のんちゃん、頑張って、ほんと頑張ってください、うん、いや、応援します、応援してる、応援してる、うん、もしね、あの、もしなんか本当吐き出したいことあったらもっと送ってくれれば、またなんか、実は、実はこの矛盾があったってなったらすぐ言ってくれたら、うん、そうだね、ほんとに、なんかあるんかもしれん、ほんとに駐車場とかもちっちゃすぎるとかね、なんか
コンビニで駐車場あるのに、うん、全然もう駐車場ちっちゃすぎるのにいっぱい5、6台止まってる。止まってるもう50円や。50円や。なるかもしれない。先輩がねおにぎりのことパンって言うと思う。50円やわ。でパンのことはもうパンって言う。50円やわ。ここおにぎりでええやん。そこはもうおにぎりにしてくれよ。パンばっかやな。はい、はい、ということでじゃあ、はいはい、もう一つじゃあトピックを、はい、このトピックはですね、うん、ちょっと正直僕は勝負やなと思ってるトピックです。ほうほうほう、読みますね。はい、トピックです、はい、ミッチーさんから。ミッチーさん、ミッチーさんから、はい、12月はヨーロッパ企画月間です。ほう、6日ブッセン見た後イエティ、11日暗い旅を見に大阪へ、13日ブラザー見た後激ラジ危機に京都へ、16日松井大吾さんと上田誠さんトークショー付き映画鑑賞、31日芸春幸せな1ヶ月です。ありがとう、ありがとうございます、はい、これどこの人なのこの人、ね、お住まいはいまいちそこが分かんないですよね。ツイッターで来てるだけなのでね。大体関西だったよね。ブラザーブラザーどこで見てる。いやただ、うん、ブラザーブラザーに京都へとか大阪へとか出てます。だから京都大阪以外ですね。暗い旅を見に大阪まで出る。それだって大阪に住んでたらだって普通だからそこまで、まあでも月間っちゃ月間か。激ラジ、いやだから大阪ではないんですよ。暗い旅を見に、見にまず大阪へ出る。でその後どことテレビでしょ。暗い旅ってあの京都のね KBS 京都でやってる番組。だ大阪で。京都より大阪が近いでしょうね、うん、多分。でそれをわざわざ見るために大阪に行く。大阪に出てで、劇ラジを聞くために京都へ行く。ラジオの放送聞くために。生放送じゃないですからね劇ラジは。劇ラジ、うん、だからその KBS 京都を聞きに車で行ってんのかな。車で京都県内まで行く。まあでかあの電波が入るとこまで行って聞いてるみたいな。すごいな、ヨーロッパ企画フリークの。いやそうなんですよ。ああ。だそのブッセンとか諏訪さんが出てたね、ヨーロッパ企画の、あのお坊さんコメディみたいなやつで僕も見に来ましたけど。でブラザーブラザー本田さんが出てる。はいはいはい、芝居で。だからそのヨーロッパ企画じゃない客演って役者が出てるのも全部拾ってるし、かといって暗い旅とか劇ラジのようなコアなというか。ものまで全部チェックしてる。で最後31日は大晦日は芸春カウントダウンイベントね。おー、ありがとうございます。すごいなそれ。でそれを経て、いやなかなか大変な1ヶ月でしたとかではなく、うん、幸せな1ヶ月ですで締めくくるという。もう嬉しい、完璧じゃないかそんな。それはミッチーさんがあと2万人いたらね、ヨーロッパとんでもないから、ね、そうやけどそれいないでしょうし。何その考え方。2万人増えへんからミッチー。いやでも嬉しいねそうやって。いや、まあ、こうやってね、うん、単純なんかこの励みになるというか。いやそうだね。でもお肉とそれもそうじゃない、結構コアなお客さん。うちは本当ね、追いかけてくれる人多いたりとかさ。本当うちはやっぱ少人数の愛だけで生きてますから。学生毎回同じ人座ってるみたいな。そうですね、笑い声のやっぱ声ねえ。でもさ逆にさ団長とかさ、そういう今までファンになった人とかそういうのある。どういうことですか、どういうことですか。あ、つまり自分がファンで、ね、ずっと追いかけてる人みたいな。全くないから。あでも石田さんはとにかくトンネルズとかお笑いが、まあ、コメバラエティーがね。でもファンクラブになったりとか、その追いかけてどうこうとかっていうのはない。そのアイドルとかも、うーん、好きな子供の頃好きなアイドルとか誰。芸能人アイドルでいう子供の頃ですか。そう、子供の頃女子、女子とかなんかテレビで好きになったりしなかった。そういうのない。いやそれこそ僕ら上の世代だったら聖子ちゃんとかさ、こうキョンキョンとかもう熱中したわけじゃん。ニャンコクラブとか。僕の時はまあモーモス、でもそんな、アムロナミエかな。いやでもそんな熱中しないでしょ。マジで。でも熱中はしないな。熱中しないよね。そうっすね。でも元来そういうあれなんだろうね、その
言ったら演者側に回る方だから、その見る側とかにはあんま回らない。ただまあダウンタウンオタクでしたね僕。ああ、めっちゃめちゃな。あ、それこそ2丁目行ったりしてた。いや、2丁目の時は僕ちっちゃすぎるんで。ああ、僕が劇場行ったりとか知ってんのはもう東京出ててごっつええ感じぐらいが僕小3とかなんで、うん、ちょっとそっから見出してるんですよ。なるほどね。ごっつ世代なんですよ。小4、5、6がごっつ、6、小6で終わったから。あーつか、あー、でもテレビでしょ。そうですね。あー、なるほど。ないな。ダウンタウン好きすぎて、ダウンタウンが当時尖ってるというかね、うんうん、小6の時にやっぱ若いダウンタウンさんが、うん、ちょっと嫌いオーラ出してるやつのことは全員嫌いでしたし、ね、ああ、そうなんだ、ね、よくあるダウン、まあ、信者というか、はいはいはい、もう神と崇めてるぐらいのレベルなんで。なるほどね。ダウンタウンの笑い以外のが笑いじゃないみたいな、タカ派というか一番ヤバいやつでしたね。ヤバいねそれ。でも変な話ですよ、うん、変な話ですけど僕ナイナイさんを見出したん、うん、僕はここ数年。あ、そういうこと。ダウンタウンチンカスやとかね、よくあのまあ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 言ってたもんね。あれ衣装とかで書かれてて、まあ、その別に本気かどうか分かんないけど、うん、僕やっぱ鵜呑みにしちゃって、うん、中高大ぐらいはもう一回も見てなくて、まあ、呪縛というかやっぱ僕も作る側にいっぱい回ってきて、やっぱそんな関係なくなるじゃないですか。そしてやっと見れるというか、見て普通に楽しむっていう感じになりました。ね、なんかもう僕もいるもんね、知り合いで、あのビッグスリー以外の笑いは認めないみたいな人。さんま、たけし、タモリ、この3人以外の笑いは違うんだみたいな。いるもん、そういう人。そのでもひどい見方になってて、ちょっとこう面白いのでも、いやこんなんみたいな見方しちゃうんですよね。一番自分がやられて嫌な見方を。なるほどね。当時ね、若き日。なるほどね。そんぐらいですかね。まんべんなくね、言ってほしい、ね、いやそうっす、本当にまんべんなく言ってほしい。何の話やったんやそれ。あ、いろいろフリークか。そうですね。あ、でもないな本当に、そういう。石田さんでも追いかけるみたいな、一個ハマったらこうクーッとハマってって感じですもんね。あ、もうそれシューッとハマって、ね、それが薄くなっていってまた違うところにまたクーッてやるっていう。お酒チャイアースで、あと今内田達る本そう本まあそんなんですね。まあまあそんな感じですか、はい、トピックスは。トピックスこんな感じでございます、はい、ありがとうございます。どしどし送ってくださいね、トピック。はい、はい、続いてカクテル恋愛相談室。大人の恋愛ラジオドラマ石田カクテルを書いてきた、あ、恋愛の全てを知る石田の方が、そうですね、大人の観点から、あ、アドバイスをしようと。そして団長はアニメオタクの観点から極端な持論を展開するという、そうですね、コーナーでございます。これも来ております。はい、それでは、うん、いいですか、うん、ちょっと読み方がね、うん、ユー番長なのかオス番長なのかちょっと分かんないんですけども、まあ、オス番長だと思います、はい、オス番長さんから、石田さん、団長さん、お疲れ様です。お疲れ様です。先週の放送でお話しされていた NTR に関してですか、ネットラレですね。はいはいはい。実は僕経験があるんです、サルタ側で。まあネットラレというほどではないのですが、中学の頃僕には付き合っている子がいました。そのことは結構みんなに知られていたのですが、はいはいはい、そこにイケメンの野球部エースが告白してきたのです。イケメンの野球部のエースが、だから野球部のエースがイケメンだ、それ無敵状態ですね。無敵、スポーツ万能イケメンが告白してきよったと。その自分の彼女に、自分の付き合ってる子に。しかもそのエースは当時付き合っていた彼女が僕と付き合う前に告白をして振られた人でした。わかりますか。おおお、そのエースの人は当時付き合ってた彼女が僕と付き合う前に告白をして振られた人でした。はあはあはあ。彼女は散々迷った挙句僕に相談をしてきたので、僕は好きな方を選びなと言いました。すると彼女は僕と別れ、エースと付き合うことを選びました。うわ、まあ、ネトラリティほどの関係まで、まあ、発展してない。だから付き合ったままで多分純なね付き合いでしたが、強烈に悔しい思いをしたのを覚えてます。あの時引き止めておけば。ちなみにそれ以降彼女はできず、大学1年の時は男友達と過ごしました。それ以降彼女できてない。お二人はどんなクリスマスを過ごしましたか。いや大丈夫、僕らも
僕らもココスで男6人で食いました。違う違う、男6人でそのウバハラヤン食べたけど、はい、ちょっと待って、そんな人もっぺん言いましょうか。もっぺんはもう辛すぎる。その奪われてから、はい、ちょっとじゃあもう一度危険なところ呼びますね。まあ、最終的にそのイケメンエースが途中で割り込んできた結果、彼女は僕と別れエースと付き合うことを選びました。寝取られるほどの関係まで発展しなかったので、そこまでは、そこまでではないかもしれませんが、強烈に悔しい思いしたのを覚えてます。あの時引き止めておけば。次大事ですよ。ちなみにそれ以降彼女はできず、大学1年目のクリスマスイブは男友達と過ごしました。その、大学1年のクリスマスが男友達ってことは、それが今年か去年かちょっとね、分からないですが、彼女奪われてから、もうそれから一回も彼女できてないんや。もうそうなんですよ。で、中学生の頃ですのでね、まあ、15歳からまあ4、5年かな、3、4年付き合ってた彼女奪われて、しかももうなんかちょっと強がりみたいなんで、好きな方を選んでねえやんみたいなことを言ってもうてんの、うん、相談してきたんですよ彼女が。多分どうしよう、告られた、告られた、私どうしたらいいっつったら、いやいや俺と付き合ってるやん、うん、俺と付き合ってるやんからそんなあかんよって言わな、言ったらうんって彼女はね、そうね、ごめん、そうね、ごめん、あなたが好き、あなたが好き、だな、何さんだっけこの人、オス番長さん、オス番長さん好きってなるでしょ、オスそれをオス番長なんて言ったの。どうしよう、なんか野球部のエースに告白されちゃった、どうしよう、ほんまに、そっか、好きなの選び、かっこつけすぎ、絶対無理やろ、かっこつけすぎてるやろ、エース、いや言われるよそんな、ほなエースそんな女の子よ、そう、いやそこで、いや俺はお前のこと大好きや、そんな話したくないお前のことって、そうやったらね、やっぱり、あ、大事にされてる、ね、こと思ってくれてる、その程度なんかと思っちゃうもんね、その好きな方がいいな、もう行く向こう行くやったら俺はええよみたいな感じですもんね。うわ、カッコつけ、全もう声震えながら言ってるやろそれも、うん、いや震えてますかね、うわ好きな方ヘッダーやなヘッダーやなこいつただあの時引き止めておけばって、やっぱものすごい後悔します。いやもう結婚してるよその彼は今で。何が気になるって、これをカクテル恋愛相談室じゃなくてリスナートピックスで送って、いやトピックスじゃない、おかしいおかしいいや考え直そう、もうオス番長さん、番長とか言ってる場合じゃないよ、もうこれもパチンコしてるだけやろオス番長って。しかもオスがいわゆるオスって、オスのね、オスで忍ぶじゃなくて、あのオスメスのオスです、ね、これは一人でクリスマスやでこのやつちょっと言い過ぎがかわいそう、ガーン帰ろう名前帰ろうちょっと、いやでもね、辛いなされてるのか。ただ僕も正直その時になったら似たようなこと言ってしまうかもしれないです。まあなでもそれそれ言う、うん、まあその時点でもう無理やんな。無理ですもん。それ言ってくるってことは向こう行っておいでってこう言ってほしいわけでしょ。女なびいてるもんね完全に。いやその一旦だから彼女が自分と付き合う前にそのエースに告ってるんですよね。でその時エースに振られてるんですよ彼女は。マジか。その後オスが。すげえな。ボスがその子と付き合ったわけですよ。付き合った、もうそのちょうどもう弱ってるところ。弱ってるところ付き合った。こいつ。オス。オス。オスお前。弱ってるところ。お前。今弱ってる。優しくすればこれ誰でもいける。いける。モヒートのマヘン。いけた。いけた。したら。したら。やっぱあいつよかったわな。あいつ告ってきたら絶対よかったな。まあ付き合っとこうかな、やっぱ来たし。いけるやろっつって、あどうなん自分っつって、じゃあ俺のこと好きなんまだ付き合ったやろっつって、まあ、送ってきたもんな、うん、付き合うや、ええやええや、いやでも私今ちょっと実は付き合ってる子、ええやええや、いやでも私今実はだって振られたじゃん私の方が前、うん、
だからもうそんなのなんかもう寂しくて、ちょうど寂しい時に優しくしてくれたオス番長さんに私なびいちゃったもん。あ、大丈夫大丈夫大丈夫、今日はあの本当練習の後プレイアニマするから大丈夫大丈夫。プレイアニマル、そこでプレイアニマル、もう中学生やろ。イケメン中学生、まあダメですね。いやーダメよ。いやあるな、でももう、うわでももうそこもう本当分岐点だったんじゃない、そこ取られてなかったな、もうすごい素晴らしい人生。今はクリスマスもう本当ウハウハの、でもこれまさに石田さんに言ってた、この思春期に寝とってる野球部のイケメンも多分これ一生勝ち組ってやつですもんね。まあ勝ち組だけど、でもそれ以上の興奮は得られないからね、ある意味あの悲しいよ。もうそれ以上どんだけ4000本安打達成してもこの野球部イケメンがエースか、エースだから、まあ、あの27勝しても多分そんなに、あ、あの時オス番長から奪った方が気持ちよかったなってなるからいや本当本当それ以上の興奮ないから、4000本よりも27勝よりも野球でね、どんだけ活躍しててもあいつから奪った時もやっぱ興奮したなってなってるから、今オス番長何してんのかなまあ彼女おらんかな、あいつまた彼女あいつから奪うかな、オスオス頑張れよオス、負けんな。いやもう我々はオス番長さんを応援します。その、うん、オスが今、オスがってあれですけどオスさんがね、オスさんオス番長さんが、はい、まあ、今大学1年か2年か19、20歳、まあ、大学生なの今、おそらくまあ大学1年目のクリスマスイブは男友達を過ごしましたって、まあ、今なんかな、だからじゃあこれからじゃあ待ってよ、すごい楽しい。そうす、大学1年目なんてわけわからん状態やから、そうそう、2年目からですからね、2年目からサークル入ってんのかな、あもう入ってるよそれ絶対、付き合えるよそれで、そこでね、ただまあ女子がいないサークルの可能性ありますからね、約束とかそんなとこ入ってるのかこれもうアドバイスしようがないですね、オス番長さんには。これからがあるとしか言えない、あの大人としては。なるほど、これから楽しいことが待ってますおそらく。はい、僕の観点で言えば、はいはい、その時あなたは悔しかったけれども、うん、興奮を覚えなかったかいって奪われたことに、奪われたことに対して今正直ちょっとドキドキする感はないかい気持ち悪い。そうなれば一人前だぞなるほどね、ああそれを逆に、うん、僕が言わせてもらえば、そもそも、うん、ここで好きな方選びなでもなく、お前が好きやでもなく、お、なんて言ってた、僕やったら一旦行ってみいや一旦、うん、その代わりメールして逐一俺にメールして一旦行っていい、最低気持ち悪い、気持ち悪い、エースエース行く、まあ、そんな感じですよ。まああの本当に今後もあのオスさんを我々は応援してますので、ちょっとオスを追跡していきたいですね、はい、なんかあのいろいろトピック、恋愛にまつわるトピック送ってください、まあ、相談でもいいんで、大学でこんな子出会いました、好きな、あ今好きな子いるのかどうかとかちょっとね、うん、知りたいね、そう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 、ちょっと好きな子いるかどうか教えてください、じゃあ狙ってる子いるとそうですね、はい相談乗りますんで、はい、はい、さてエンディングでございますね、はいはいはい、はい、あっという間ですよ。まあこの後団長はあの直ちに脚本執筆作業に、そうですね、ギュイーンと現実に戻したけど目が回るかと思いましたあっという間で、楽しかった収録もあっという間で、あと7時間続かないかなだってこの後団長東京行くでしょそのまま、そうなんです、もうやばいね、朝一始発の新幹線乗って明日には、そうですね、あいや前も言いましたけど、はい、ここ数日だけ異常に動してあります別に1年というスパンで見たらここやったよね、僕ほど暇なやつはいないって言いや
もう終わりましょう。じゃあもうこのところで、はい、はい、じゃあまた来週も聞いてください。さよなら。 LoveFM Podcast。 LoveFM のホームページではポッドキャストを配信中。スマートフォンやオーディオプレイヤーを使えばいつでもどこでも LoveFM が楽しめます。 LoveFM.co.jp にアクセスしてくださいね。 LoveFM Podcast。